こんにちは。はい、今日はめぐるアップチャンネルの番外編ということで、お送りしたいと思うんですが、クリエイティブモードで、なんだ、ゴーレムとスノーゴーレム、ゴーレムを作れるっていうんだよね。今作ってるときは手が長すぎた、これ置くだけでゴーレムになるから。うん、それ今何置いたのメグ？それ3つの4つ、鉄ブロック、鉄ブロックをそういう風に並べるんだね、そうして頭のかぼちゃ、なるといいな、ぽい、いい、ならなかったっていう風に、ちょっとね残念だったんだよね。じゃあこっち、スノーゴーレム、スノーゴーレムも、作ってみます。用途だ、あれ何か変もの、本当はスノーゴーレムもこう作れるんだよね、で実はこれねバージョンアップする前の、マインクラフトなんですよね、ここら辺の操作がちっちゃい、そのねバージョンアップしたら実はねそれが作れるようになったっていうんで、今日は、ゴーレム2つのゴーレムをちょっとね、検証してみたいと思います。ね、ちょっとねこっちはね実はね古いバージョンなんで、ちょっとね一応その確認だけですね。はい、タイトルに戻るとここにね11点、このバージョンがね、0.11.1 っていうね 11.1 ねえねえ0.1、はい、ねこれがね実はね新しいバージョンなんですね、 12.1 ってやつが。はい、これだとね、作れるっていうんで、ちょっとね、確認してもらいたいと思うんですけども、じゃあメグさまた作ってくれる？じゃあここをかぼちゃ1個、間違えた、はい、ここをじゃあ最初スノーゴーレム作れるね、2体でいいですか？はい、じゃあ2個やって、それをかぼちゃ乗せるんでしょ？顔を見てみますね、どうもこんにちは。あー、スノーゴーレムってさ歩くとなんか白くなってくるんだね。あんだって雪だるまだ溶けてるってこと？どうもこんにちはあ、こんにちはってしたね。ほんとだ、歩くと雪になるんだね。それって取ることできるの？その白いやつは取れるよ。取れるの？普通にもある。はい、一応もう一個作ってみてよメグ。じゃあここではもう一度説明してみて、2個を乗せてかぼちゃを1個乗すだけでできる。おー、それがスノーゴーレムなんだ。ここら辺雪だらけなら、じゃあ次は普通のゴーレム、普通のゴーレムも作れるようになったの、作ってみるね。鉄のブロックをそういう風に4つ並べる。じゃあ2体また作るか、じゃあこっちにも、はい、いいかぼちゃかね。ほんとだ。じゃあこっちも。じゃあ今までさずっと作れなかったじゃん、じゃあ敵を倒してもらう。ずっとさ作れなくてさ作れないって言ってたじゃん、じゃあ今度作れるようになったんだね、じゃあ今度敵出してどんぐらい強いか見てみますか、はい、おーすげえ、出しすぎじゃない？みんなでねこうやって倒す。わわわわわ、ゴーレム軍団が倒しておる。あ、スノーゴーレムやられたスノーゴーレムやられた。スノーゴーレム、スノーゴーレム、メグ、あ、スノーゴーレムは敵が現れると戦ってくれるの？でもねクリーパーはあんまり戦わない、クリーパーは戦わないの？敵が、おお、なんか雪だるま、なんか、あ、雪だるますげえ、雪玉攻撃してるそうだよ、だって雪玉攻撃してるじゃん、スノーゴーレム。じゃあメグも持ってるよ。あれ、どこだっけ、まあいいや。すごいね。敵はもうちょっと出そう。で、てけてって。すごいすごい。お、当たってる、スノーゴーレム。メグ、あそこのちょっとスノーゴーレム見させてくれない？すげえ、あの、海に向かってさ、雪玉投げてるんだけど、すげえ。あ、これ、ピンポーゲームだ。ほんとだ。メグ、ちょっともうちょっとさ、正面から見てみてよ。雪玉投げるところをさ、すごいね、すごいね、すごい勢いで投げてるよ
ねえ、あのあいつを狙ってるんか、そのピグマ、ピグマ後ろにいるよ。ああ、反応しなくなったね。見てる、本当だ、当ててる。ゴーレム、おいゴーレム、ゴーレムくん敵いますよ。あ、ゴーレム水の中に入っちゃったけど、あー沈んでった。じゃあゴーレム見ましょう。ゴーレムが、ゴーレムいるの。あ、いた、いた。水中の中にゴーレム、ベグかわいそうじゃん。水中戦い、おお、前にいるのに上には上がってこれないんだね。うん、はい、重いから、重いからね。じゃあ敵がいっぱい出てきたから、またゴーレム、ゴーレム、え、え、二人いたのに一人なんでいない。だって海に落ちたよ。え、二人いなくなったんだけど。なんの、ゴーレム、ゴーレムやられたのかな。じゃあ、ま、勝手に戦う。ゴーレムの戦い方すごいんだね。こうやってこん投げるみたいに、ボシャンボシャンボシャンってやるんだね。スノーゴーレムは雪玉攻撃なんだ。うん、じゃあクリーパーだと戦わないんだよ。でもね、スノーゴーレムは戦うんだよ。うん、じゃあクリーパーあったった。え、今はね、ボクちゃんにはね、うん、爆発しない。ああ、爆発したよ、クリーパー。うん、クリーパー、あのね、投げたやつにはね、爆発するけどね、メグにはね、しないんだよ。一応ね、こいつの方がいいんだよ。お、投げてるよ、クリーパー。うん、あ、ちょっと見せて、違う違う違う。クリーパーに投げてる、ほらほら。てん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 。お、投げてる。ああ、爆発した。お、だけど、雪だるま壊れなかったね。意外に強いんじゃない。ああ、やられた、やられた。あ、やられた、一人。一つやられたね。お、お、だけどすごいね。スノーゴーレム意外に強いんじゃないの。うん、雪玉だから。うわ、二人で戦った。吹っ飛ばされても壊れないもん。壊れるもん。え、壊れなかったじゃん、今。普通に近くでね、二発ね、爆発するとね、死ぬよ。すごい、すごい、すごい。電的。すごい正確にヒットしてるじゃん。あ、だけど意外に強いね。あの、当たっても壊れない。え、クリーパー、黒黒、嘘、クリーパ ー, ー, パ ー, ー、何今の、ちっちゃいクリーパーいなかった。うん、ちっちゃいクリーパー、ちっちゃいクリーパーはね、黒かったね。なんなん、ちっちゃいクリーパー。あー、豚ちゃん死んじゃった。はい、ということで、今回は、新しくね、アップデートされたマインクラフトで、うん、ゴーレム、こちらをね、作ってみました。本当にね、簡単に作れるんだね。うん、前回はね、前回のバージョンはね、作れなくて、うん、どうやったら作れるんだろうってね、うん、結構、いろいろやってたんですけども、今回のバージョンアップによって、うん、本当に簡単にね、うん、作れるようになりました。うん、あの説明欄の方にね、またね、作り方の方書いておきますんで、もし、ね、よかったらね、そちらの方を見てください。あと、うん、メグラップチャンネルでは、メグがね、うん、子供用のね、ゲーム、いろいろやってるやつとか、うん、あとちっちゃい時にね、幼児用アプリ、こちらの方でね、試したやつとかね、うん、そういうのもありますんで、もしね、よかったら、下のリンク貼っときますんで、そちらの方、確認してみてください。はい、ということで、今日は、新しくなったマインクラフトで、うん、ゴーレムを作ってみました。はい、以上になります。以上です。あみちゃーん、チャンネル登録もよろしくねー。